1995年ディナール地震では、1995年10月1日19時57分に、トルコで発生した地震について解説する。トルコ、エーゲ海地方、アフィオンからヒサール県、ディナール北緯38度03分47秒、時計30度08分02秒、北緯38.063度時計30.134度、 38.06330.134の深さ 33.0km を震源とし、地震の規模を表すマグニチュードは MW6.2 から6.4だった。新王はディナールイコールシブリル断層に近接していた。この地震が起きるわずか9日前には、公共部門で働く35万人以上の労働者がストライキを観光するという、正常不安の最中にあった。 前身が1995年9月26日まであり、最大マグニチュードは5.1を記録していた。これがため、付近の住民は屋外で就寝することになり、10月1日の本身による死者数は低減した可能性がある。文献により異なりはするが、この地震で90人から95人が死亡し、200人以上が負傷した。 2473個の家屋が全壊し、1218個が半壊、2076個が部分損壊した。トルコ政府は地震の被害を受けた人のために5000個の家屋を建設すると明らかにした。ありがとうございます。